クリストファー・ウィリアム・デルクリストファー・ウィリアム・デルは、アメリカ合衆国の外交官。国務省に所属する職業外交官であり、中アンモラ大使、中ジンバブエ大使を務めた。クリストファー・ウィリアム・デルは1956年に誕生した。デルは1978年に、コロンビア大学コロンビアカレッジを優等で卒業し、文学志望を取得した。デルは、友愛会。 ファイ・ベータ・カッパに所属した。デルは1980年に、オックスフォード大学ベリオール・カレッジを卒業し、国際関係学の修士号を取得した。大使公邸前で、アメリカ独立記念日の祝賀挨拶をする。デル大使デルは2004年7月2日に、中ジンバブエ大使に指名された。デルは、同年9月2日に、ジンバブエの首都ハラレで新任情報廷を行い、 大使に着任した。デル在任中の2005年5月、ジンバブエ大統領ロバート・ムガベは強制退去政策、ゴミ輸送作戦を実施し、貧困層住宅地域の住居や小規模店舗などを破壊した。アメリカ合衆国はこの政策を非難し、アメリカ連邦議会は抗議決議を実施した。デルは、連邦政府の抗議文を、ジンバブエ政府へと送付し、もはや人民には、 失うものは何もなくなった。人民は政府に、維富の念を抱けない。大統領に対する反対意識は、臨界点に達していると警告した。ジンバブエの、ゴミ一掃作戦やジンバブエ国内の、非人道的状況により、アメリカとジンバブエの関係は悪化した。アメリカはこの責任について、ジンバブエ国内の公務員の腐敗と不始末の結果で、あると非難した。 加えてアメリカは2004年の年次報告書でジンバブエを人権の虐待者と言及した。両国間の緊張関係の結果、デルはジンバブエ政府の不満の矢表に立たされることになった。2005年10月中旬、デルはハラレ植物園の制限区域に立ち入ったとして交流を受けた。2005年10月末、デルは 無タレで開催された公開講座において国内の食料不足の原因は汚職にあると指摘した。一方、ジンバブエ政府は食料不足について外国からの経済制裁が原因と述べた。デルは2005年11月8日にムガベ大統領からの呼び出しを受け地獄に落ちろとののしりを受けた。翌日、デルは協議のためアメリカに呼び戻された。 その後デルは、再び、ジンバブエへと戻った。2007年3月11日、ジンバブエ警察は、首都ハラレでのデモ活動を制圧し、抗議者の一人を銃殺した。また民主変革運動のモーガン・ザンギライ議長など、多くの野党指導者を拘束し、拷問を加えた。デルはこの事件に対して、ジンバブエ政府への非難を公式に示した。 2007年3月19日、ジンバブエ外務大臣、スンバラシェムンベンゲグーイは、ムガベ大統領の命令を受けて、デルをはじめとする、西側諸国の外交官を呼び出した。そして、ムンベンゲグーイ外務大臣は、西側諸国の外交官に対して、ジンバブエ国内事情への干渉を止める、要公式警告を発し、その受理を求めた。デルは、 ムンベンゲグイ外務大臣に対して質問の機会を求めたが、ムンベンゲグイ外務大臣はそれを拒否した。そのためデルは退席し、デルはこの会議について不快感を表した。またデルは会議を撮影していたジンバブエ国営メディアに対してごまかしに過ぎないと述べた。デルは同日中にハラレを離れ、ロンドンへ移動した。アメリカ国務省はデルについて、 近日中に、ジンバブエへ戻るだろうと公式に伝えた。2007年7月14日、デルは、ムガベ大統領に、別れの字を告げることなく、ジンバブエ大使より任した。ジンバブエ国営ラジオはデルが失望の念を抱いて、いると報じ、デルはムガベが、現在も、なお大統領を務めていることに不満を示した。 デルはジンバブエ大使退任後、中アフガニスタン主席講師に任命された。ありがとうございます。